はいみなさんこんにちはこんにちはえいつも玉木チャンネルをご覧いただきありがとうございます今日はですね、えー、まあ同僚議員を紹介してくれというリクエストがたくさんありましたのでまず若手のホープ朝の佐藤さんと一緒にお届けしたいと思いますはいよろしくお願いします今日はあの日付でいうと10月の6日で今午後6時15分なんですけれども。 もうほんの1時間ちょっと前まで本会議が行われておりまして今日はあの玉木代表が岸田総理に代表質問をやったということでまあその内容を振り返りつつちょっとですね皆さんから実はあの事前にこの代表質問国会議員の質問ってどうやって作ってるんですかっていう質問をですね多くいただいてますのでまあそういったこうちょっとバックヤードの話も今日は聞いていければと思ってますのでぜひはいよろしくお願いします。 うなぎのタレをどうやって作ってるのかみたいなもんだからね。普段は門外不出ですよ、ね。門外不入で美味しいんだけどあれどうやってやってんだろう。はい、人に見せられないっていうのを今日はまあ佐野さんの前ですからね。はい、もう皆さんに全部公開しますから。はい。はい。ぜひ皆さんこの後お楽しみにご覧ください。はい。はい、じゃあまずあのぜひですね。はい、せっかくなので今日の代表質問の内容を少しポイントを振り返っていきたいなと思うんですけども。ね、はい。あの。 まあ今日代表、ですね全部で16問ぐらい、18問,かな18問ですか、うん、18問質問をしまして、本当にこれ、全部紹介していくと時間が足りなくなってしまうので、はい、ちょっとあの私の印象に残ったところを伺っていきたいんですが、はい、あのまず先日あの、静岡県が台風で被害を受けて、はい、代表自らすぐに乗り込んで、ですね、はい、あの現地の状況を見てきましたけれども、まあ、それを受けてきあの災害廃棄物の、はい ゴミがいいまだにに現地に残っているとそういうことを受けてこう災害廃棄物を仮置きする場所を決めておくべきじゃないかですとか、うんうん、あるいはやっぱり現地の中小企業の皆さんを支援するために、はい、この小規模事業者持続化補助金これを総理に提案をしてましたけれども、ねはい、これについて、まあ、どんな受け止めをここはね比較的一番初っぱなに聞いたんですけど、はい、あの前向きに答えてくれたなと思いますね。はいで あのこれね、私、長野県でもあの新幹線が使ったような水があったじゃないですか。うん、あ、ありましたね。ね、はい、あの時も行ったらね、同じ問題。あと、その、うん、あの例の岡山県でね、うん、あった、まあ、ボランティアで泥のかき出しなんかも行ったんですけど、いずれも共通しているのは、やっぱりね、災害廃棄物が、うん、 そね、やっぱりこう家が水使っちゃうとみんな中に入っているタンスとか冷蔵庫とか洗濯機とかも使えなくなるんで外出すすんですよここに置、OK、けなんていうことは決まってないから、うん、まあ近くにある、まあ、例えば神社のね横の少し空いたスペースに置き始めると、うんうん、何が起きるかというと置き始めるとあそこが。 置いていいんだとみんな思うから、そこ<あ>他からも持ってきて、もう一気にこう山,山盛りになっちゃって、<ー>で被災した家のもう横がですね、でまあ今の時期ならいいんだけど夏場だと匂うんですよね。そうですね。だから一般廃棄物も産業廃棄物もっていうか、もういろんなもう家電から まあ、場合によったらなんかその下着から食品からもう何のかんでも捨ててるってことになって、うん、あの処理がですね大変なんですよ。で今回行った時に、まあ、今回ちょっと静岡の場合はね県と市の連携が悪いっていうのはいろんなことに言われてたんですけど、はいはい、だからあの事前にここですよっていうのを県が県有地で空いてるところがあったらそこでやってくれないのにその辺のちょっと調整ができなくてとりあえずまあ近くのところにですね盛り上げていったらもうあっちゃこっちゃで盛り上げていて、うん、でこれはもう早くですね指定してくれないと。 困ると、うん、で,で遅く指定してしまうと何が起こるかというとある程度ここにも盛り上げてるんでこだから早い段階から災害が発生する前から何かあったらこの地区はもしそういう時はここに持っていってくださいよってことをあの市,市と県が連携して決めて、はい、でそれ住民にきちんと周知徹底しておくことが大事なんで、うん、で現行法もですね 災害廃棄物処理計画っていうのを作りましょうっていうことになってんだけど、 まあ、できてなかったんです。はっきり言って、今回も。徹底できてなかったと。できなか、はい。だからこれはね、あらか、あ、改めて、徹底します。今日総理から明確な答弁もらったんでね。うん、そうですね、まあ。特に静岡県と静岡市は仲良くしてほしいなという感じがしましたね。うん、そうですね。結構前向きにもうやりますっていう感じで、答弁もあります。あと。その代表が小規模事業者の、ね。そうそう。これはね、あの小規模事業者向けの、その持続化補助金ってあるんです。んその台風枠ってあるんですよ。はい、やっぱり被災を受けた、その災害を受けた。 あの人がが特別に受けられる枠があってでこれ中で指定したらですねあの受けれるのにまだ指定されてないので指定されてこの特に私が伺ったのはねそのうななぎ屋さんなんですよ、はいはい、で飲食店はようやくコロナから復活してなんとか頑張ろうと思ったらいきなり腰まで水使ったと。で一切店のもん全部出してもう冷蔵庫がね業務用冷蔵庫はもうダメになったって言ってましたから<ー>。でやっぱり100万ととかぐらいだとで もうとても回収しきれないし、うん、中も内装も全部変えるし業務用冷蔵庫も変えるとやっぱり何百万かかるんですよねだからそう,、ね、そういう時にこの、うん、持続化補助金の配布枠、はいうん、災害枠っていうのを拡充して公募してくれたらね助かるっていうので これもね、検討してやってくれると思います。そうですね。うん、あの総理もあの、この補助金、この持続化補助金を含む。適切な支援策を講じていくと、いうふうに言ってましたので。だからあの、含んでるんで、やると思いますからね。ねこの辺は、まあ、前向きに答えてもらったなと思いますね。はい。はいはい、あの、あともう一つ、はい、あの、最近我々がよく代表もおっしゃってる再エネ付加金。これについても提案をされましたが。はい、どうだったんでしょうか。参議院選挙の時にですね、国民民主党だけが提案した。 再エネ付加金これれ電気代に上乗せしてて取られてるですね加金をちょっとこういう時期だから一時的に取るのやめてその分ですね電気代下げましょうということでまあ,あの家庭用だと12%産業用事業用だと16から17%下がりますからね、うん、これ是非やろうということで今エネルギー調査会長の浅田さん中心に必要な法律も含めて今やってるんですが総理はですねえこれまでにないえ直接引き下げる なんか大胆な政策をやると言ったんですけど、うん、多分我々が言ってる再エネ賦課金の、えー、徴収停止による引き下げが多分一番有力候補じゃないかなと思ってるんですけどね。うん これ本当にあの私も業界の皆さんの声を聞くと、うん、皆さんこれなら行け行けるんでいけるんですよ、前向きですよね。もちろん、ね、託送料を下げるとかいろんなこと他にもあるんだけど、うんはい、ちょっっと時間もかかったりするので,、はいですね、速やかに約1割下げる方法としてはこれをやればね、うんうん、今、伝票を見てもらったらいろんなこう書いてますけど再エ付加課金というところは、まあ例えば1000円とか取られてるところゼロになるっていう,そういうことになるので、はい、分かりやすいと思うんですよねそうですね。うん ぜひこれはうちの党としてもしっかり取り組んでいきますし私もあの今、代表とも打ち合わせをしながら具体的な法案を作ってますのでこれ総理、総理に持っていきましょう。改めてて、ね、これやれやっ皆さんの暮らしを支えるためにそして3つ目なんですがこれ,はこれもまた注目度の高い所得制限の撤廃を堂々と代表、今日訴えられてましたけども。 これはね、はい、あの言ったんですけどいや9割の人はねちゃんと受けられていて、うん、今回特例給付で対象から外れて、まあ、年収が一定以上ある方、まあ、1200万以上ある方はですね、うん、5000円月々もらえた子どもに対する特例給付がなくなっちゃうわけですね。うん、で総理はいや9割の人はね配ってるから、うん、その中間層もちゃんと行ってますっていうんだけど、うん、じゃあ残りの1割いいのかと。うん でかつそこの対象はよく八田若子さんが言ってますように、はい、61万人の子供がいるわけですね、うん、で今ですね毎年生まれてくる子どもの数はもう80万に割り込む時に 1>,、うん、で1年間に生まれてくる子どもの数が70万人って時代にですね、はい、61万人は対象から外していいっていうのは、うん、私ちょっとねこれは少子化対策に対する、ね、熱意がそもそも問われる問題だし、うん、おかしいと思うので全ての子どもは所得制限なくですね支えていくっていう。 もだってこれでね、向こお金確か三百七十億円ぐらいだったでしょそうです。うん、三百九十、それぐらいですよね。で。うん、これシステム回収に。うん、そう。あの二百七十億ぐらいかかって。そうなんですよ。<laughs> なんだけど。たお金と同じぐらいが事務経費でまたかかっちゃって。そう。ということなんで,ですね。これはやめた方がいいですよ。そうですよ。で、うん、代表がですね。まあ本会議の後、ちょっと私も S. N. S. 見ましたら、うん、あの代表が。 訴えてくれたことに対して総理がですね一九割カバーできてるから大丈夫なんですっていう今の話をしたことに対してすごい多くの皆さんが <laughs> 1<割>あの消し殻と消し殻ああ消し殻本当にすごい反応がありました一割切り捨てかみたいな,な所得制限がトレンド入りしてんだよねだよしてますしてますあの、ね、本会議終わったあの後半からですねこのトレンド入りしてるみたいなのでぜひ皆さんあの この所得制限撤廃に向けた動きを、ね、その声上げてくださいどんどん上げていただきたいと思います。うん、であと、ちょっとでも嬉しかったのはあの代表が登壇する直前本会議の直前に、うん、あの明石市の泉市長がそう応援ツイートをしていただいて本当にこう期待していただいててそう嬉しかったですね、まあ、また泉さんにもちょっと返したんですけど、ねはい、<laughs> 本当に嬉しいな。ね はいまあ、ぜひあのこの所得制限撤廃もですねあのこ国民民主党として、われわれの,あの独自の案ということでそうあの法律をね、あのはい、所得制限撤廃法案というのも、うん、あの今回の臨時国会のもう初日に出してますから、ある種、はい、我が党を象徴するような、はい、あの法律だと、あるいは政策だと思っていただいて結構だと思いますね。うん、はい、はい ぜひ、あの皆さん、あのこういったことをしっかり進めていきますんで、皆さん、国民民主党、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。はい。玉置チャンネル。え、それではですね、続きは、えー、浅野さんのチャンネルでご覧いただきたいと思います。はい、はい、えー、それでは玉置チャンネル登録お願いします。お願いします。